どうも皆様こんばんは。ママママヤのファ、前回の続きからやっていきたいと思います。なんとか無事ですよ。生きてます。前回ね、火山の噴火に襲われて船がボコボコになったと思うんやけど、見た感じどこも潰れてないよね。ほらヘルス減ってないし、燃料がないだけで別に潰れてないよな。どうなっちゃったんやろ。ちょっとじゃあ燃料入れて進みましょうか。できることといえばもう進むだけですからね。そして様子を見ていきましょう。船はね、特に異常がないよ。そして風も出てますから、風で進める。 OK、 では行きましょう。あ、結構風で動くね。そしてここの装置も動かしておこうか。わ、なんか来たで。いいよ。結構早いね。いやでも船が無事でよかったね。あ？なんだ？わあ、こっか、今からか。ちょっとだけ巻き戻ってるんや。あ、ちょうどよかった。ってことでこれ前回のねリプレイ。ここで船がとんでもないことになっちゃうんです。ああ、私はどうやら夢を見ていたようだ。またこの悪夢を繰り返さなくてはならない。え、わわ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 、いやー助けてやはり夢ではなかった。現実に起こってしまった。船が大破。一体どうなってしまうんだろうか。女の子さえ無事でいてくれたら。あ、寝てるわちゃん。え、あ、なるほどね。あれはちょっと待って、私めちゃめちゃ勘違いしてました。あれ強制イベントじゃないんやな。あれを回避せなあかんねや。なるほどね。私めっちゃ勘違いしてました。あれもう強制的に起こるイベントやと思っとったわ。ってことで今までのは、夢っていうことにしときましょう。悪夢再び。あの悪夢から抜け出さないといけない。そういう設定にさせてください。毎日毎日同じ夢を見るんや。この夢からどうやって脱出すればいい。そういう設定でお願いします。ものすごい勘違いしてた。さあ、これで、風と、そして、エンジン吹かして、一気に逃げる。それで行きましょう。OK。この蒸気のパワーを使ってね、それで行けるはず。逃げれるかな？エネルギーさえ持てば、なんとか、逃げて。ガスだけ入れとこう。来た。これ入れて、ちょっと待てよ。OK。さあ、これで。あー、危ない、危ない。逃げて。よいしょ。いけるかな、これで。頑張って。頑張って。よいしょ。おお、回避できた。いや、いけるはず、いけるはず。頑張って。おお、いけた、いけた、いけた。なるほど。よし。おお。うわあ。いや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 、ちょっと待って。どうすんのこれ。いやいや、火山は回避したけどこれ
最悪の結果ですよこれ。船が大破、真っ二つ。うわうわうわ、ちょっと待って、ちょっと待って。え？もうでもこれ燃料を供給できないから、一応ね残ってる燃料で動かすこともできない。わあ、方法としてはこのワイヤーでつなぐか。あー、もうワイヤーもつかまれへんのよ、ほら。あ、いけたいけた。これでなんとかつないで、無理か。進めねえ。こっちからいける？無理だ。ここまでしかいかれへん。え？なんとかして、じゃあ。一応ね、こっちに修理キットがあるけど、もう使えないやろうな、これ。しかももうこっちに行くことすらできへんわ、ほら。こっちの船内に乗ることができない。できることは何？一応これで動いてるわ、ほら。風で動いてる。うん。ここでさ、この帆をピーンと張ることによって、一応ほら風でねゆっくり動いてます。ちょっと待って、捨てていくんあれって言っても、まあもうくっつける方法ないけどね。修理キットでぴゃぴゃっとつけれたらいいけど、そんな簡単なもんじゃないでしょう。これはもしや、あ、結構風吹いてきた、ほら。まあまあ、でもとりあえずね、火山を回避して生きてるからよしとしましょう。なんか見えてきたな。なんじゃあれ、もうダメやわ。 OK、 これでいけってことか。下着く前に離して、そしてまた押す。押しすぎると下がこれ擦れるんよね。これこれ擦れるから、離して押してみたいな。わあ、これみんな同じ目に遭ってるんよ。ほら、いろんな船があるけど、私も彼らと同じ運命をたどるのか。なんとかして生き延びな。新しい船を手に入れよう。お、海？わわわわ、ちょっと待って、あ、もうブレーキできわ。あー、とうとう止まってもうた。あー、ここにまたほら燃料を入れる装置がある。ここに入れます。あー、ここで火を焚いて助けを待つしかないか。そういうこと。あー、どうなっちゃうんでしょうか。そして私はどこに導かれていくんだろうか。私はなぜここに来たんだろうか。私は誰なんだ。もうわからない。何をすればいいかもわからない。船が大破した今、もう生きる術はないかも。どうすればいい。
なんか見入ってしまうね。どうしたらいいんやろ。消えた。お？助けが来た。終わったねー。いやー、これはちょっと解釈が難しいと言いましょうか、何と言いましょうか。大体ね、こういう、テキスト、ゲーム内の音声がないゲームっていうのは、大体ね、まあ、インサイドとかね、リトルナイトメアとか見ていただいている方はわかると思うんですけれども、大体ね、よくわからん終わり方をするんよ。で、どういうことかっていうと、もう解釈の仕方は、プレイヤー次第、見てる人次第、いろんなね、ことを皆さんで想像してください。っていうのが、まあ、この手のね、まあ、いわゆる雰囲気芸と言われるゲームの、まあ、基本やと思うんでね、まあ、これはこれで良かったと思います。皆様は、どう感じられたでしょうか。でもさ、前回で、山の上に登ったんよね。で、山の上に登って、行くとそこに海があったっていう、ここをどう解釈するかによってまたストーリーは変わってくると思います。最後あの少女はどうなったんか、そういうのをね、いろいろ想像しながらね、ニヤニヤするのが、まあ、こういったね、雰囲気の素晴らしいゲームやと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。マヤでした。